9戦艦はイタリア海軍の戦艦前期2隻はワシントン海軍軍縮条約における大艦建造規定に基づき後期2隻は順前たる増強分として建造された本級は1930年代にフランス海軍のダンケルク級戦艦リッシュリュー球戦艦への対抗として開発され1940年から収益を開始したその建造は。 ムッソリーニの考える新ローマ帝国による地中海支配の一環であった。本級は主要海軍国で建造した近代型戦艦の公師で基本的にはカブール級の拡大改良型である。リットリオ、ビットリオベネトに続いて建造されたローマ、インペロは全2隻の実績を取り入れて設計が一部改められており、資料によってはローマ級とするものもある。 当時、心臓戦艦の基準排水量は3万5千トンに抑えられており、本級も当初は、この排水量で計画されたが、結果的には4万千トン強となった。手法は38.1センチメートルと控えめだが、50口径、高所速とし、威力は40.6センチメートル法に劣らなかったという。また、完備の3番砲塔が、かなり高い位置にあるのは、 射撃時に完備にある搭載推定を損傷しないためであった。指揮出力は速力3 0トンを発揮するために14万馬力の4軸推進となったが、一箇所の被弾で推進力を失わないように、貫室を挟んで全機室、5機室を設けている。原則の水栓化防御は、改装後のカブール級と同様に、艦内原則に、 水中爆発の衝撃を吸収する大きな円筒を設けたプリエーゼ方式である。ただし、水線部装甲は、対38センチメートル鉄鋼弾防御として250ミリメートルの中間区画を置いて、外側70ミリメートル脾膀破壊用高加工、内側280ミ、mm、リメートルの軽 c 鋼鉄、計350ミリメートルの装甲を11度傾斜して装備している。 艦首は増波抵抗を軽減するために、球場艦首を採用した。しかし、これについては、航行時に振動が発生して良くないとされ、竣工後に艦の長さを1.5メートル延長している。バランスの取れた並走と高速航行できる性能から、本級は、第二次世界大戦の戦艦では、ビスマルク級戦艦やリシュリュ級戦艦と並ぶ。 ヨーロッパ切手の名艦となるはずだったが、燃料不足や上層部の繊維不足により、消極的な運用に終始した結果、差したる活躍もせずに幸福を迎えて終わった。1943年には、連合軍の空襲によって損傷を受け、さらにローマは、ドイツ軍からも攻撃を受け、フリッツ X の攻撃によって爆沈してしまった。さらに、設計段階で、 活動範囲が地中海方面限定に近い形になったため他の列強の戦艦類に比べて航続距離が短く4000回り以下であった。イタリア降伏後に連合軍では本級の高速能力を生かした空母部隊護衛も考えられたが航続距離が短いために不適とされたように航続距離の短さが本級の価値を落としていることも否めないとされている。 この使い勝手の悪さ、及び平時維持費の高さがネックとなり、本級は旧式のカヨデイリオ級よりも先に配管となり、あるいは賠償艦として連合国に引き渡されてしまった。本級の関係図。本艦の船体形状は、艦首から第三主砲塔下部まで、全く傾斜のない甲板が続く、朝鮮主牢型船体を採用している。 監視官班上に新設計の、オト1934年型38.1センチメートル砲、お三連装砲塔に収め、一番二番手砲塔を、背負い式に二機を配置、その後に、プリエーゼ造船士官の公案による直径の異なる、円筒を積み重ねたような特徴的な塔型環境が、立つ。環境の構成は、上から、装甲射撃砲位板室、 上下二段に重ねられた、走行7.2メートル速距離等、戦闘環境、操打環境の順で、環境全体が走行で覆われているために司令塔は設けられていない。環境の後部には、アンテナ線を展開するためのポールマストが立ち、船体中央部に頂上部にファンネルキャップを持つ日本煙突が立つ。二番煙突の後部から、関西低置き場となっており、 円筒を積み重ねたような形状の後部環境の基部に付いたクレーン一機により運用された。なお、この時期のイタリア海軍は大型のゴムボートを関西艇の一部として運用しており、これをミズンの基部に立てかけたり、副砲塔の上に置いて甲板スペース節約に努めていた。三番手砲塔はタービンシャフトをクリアするために、 最上甲板の終端部に一段高められて、後ろ向きに一機が配置され、そこから甲板一段分下がった、後部甲板上に水蒸気射出用のカタパルト一機と、水蒸気用のクレーン一機が配置された。本館の複砲の、お九1936年型15.2センチメートル速射砲。 お新設計の三連装砲塔に収め、環境と三番手砲塔の側面部に一機ずつの、計四機を配置していた。監視速副砲塔の後方の原則甲板上に、アンサルドオート1939年型9センチメートル広角砲、が、断片防御程度の走行でできた、円筒形の棒立てを付けられた、単装砲画で、片弦六機ずつ、計十二機を配置していた。 この武装配置により、監視方向に、最大で 38.1cm 二6ン 15.2cm 砲6門を、原則方向に、最大で 38.1cm ー9ル 15.2cm ン6メ 9cm 砲6門を、完備方向に、最大で三門、十五点二センチメートル砲六門を、試行できた。火事は、 手打を中央に1枚と、副舵を外軸と内軸の間に1枚ずつの計2枚を配置していた。写真は、ローマにも搭載された3 8 1トル手砲等本館の手砲は、オト社の新設計のオト1934年型3 8 1トル砲を採用した。その性能は、重量8 8 5ラムの砲弾を、 最大行角35度で44,640メートルまで届かせることができ、射程28,000メートルで原則走行380ミ、mm、リメートルを射程18000メートルで原則走行510ミ、mm、リメートルを貫通可能であった。砲塔の不行能力は行角35度、深く5度である旋回角度は 船体守備戦方向を0度として、左右120度の旋回角度を持つ。主方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶断、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分1.3発である。写真は、同警官の、ローマ。15.2センチメートル3連装砲塔に、 挟まれるように配置された9センチメートル広角砲がよくわかる。写真複砲は全球のカイオ・デュビリオ級よりもさらに光景がアップしているがこれは従来の光景ではフランスの大型駆逐艦には対抗できても軽巡洋艦を駆逐するには不十分であるとの判断であるとともにこのくらいの光景でも発射速度がよく軽量な方が開発できるようになったためである。 手法と同じく、音社の新設計の、音1936年型 15.2cm 速射砲を採用した。なお、この砲は他に、軽巡洋館、ルイージ・ディ・サボやデュカ・デグリア・ブルッチ級の手砲にも採用されている。その性能は、重量 50kg の砲弾を最大行角45度で 25,740m まで届かせることができた。 砲塔の不行能力は、行角45度、不角5度である、旋回角度は240度の旋回角度を持つ。手砲神の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。装填角度は、行角20度から不角5度の間で装填できる、自由角装填式で、発射速度は、毎分4から5発である。 他に、対空火器として、アンサルドオート1939年型9センチメートル広角砲を採用した。この砲は近代化改装後のカイオ・ドゥイリオ級のにも採用されている優秀砲である。その性能は、重量10キログラムの砲弾を行角45度で1万3000メートルまで、最大行角75度で最大車高1万800メートルまで届かせることができた。 砲牙の不行能力は、行角75度、深角5度で、旋回角度は、減速方向を0度として、左右120度の旋回角度を持っていた。主砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分12発である。近接火器としては、 1938年型3 7トル機関砲を連装砲画で10機装備した。他に2トル機関砲を連装砲が10機装備した。他に照明弾や冷砲用にアームストロング社の設計を購入して国産化したアームストロング1892年型1 2トル砲を採用した。その性能は 重量 20.4kg の砲弾を、行角20度で9050メートルまで届かせることができた。砲賀の不行能力は、行角20度、深く5度で、旋回角度は360度の旋回角度を持っていた。主砲身の不行、砲頭の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、毎分後から6発である。これを、 棒立てをつけて、単装砲がで、原則中央部に、片原2機ずつ、計4機を装備した。本級の断面図。特徴的なプリエーゼ式水雷防御の構造がよく、わかる。本艦の最大走行圧は水平甲板が、合計 207mm、垂直防御が8度傾斜させた合計 350mm で、今までのイタリア戦艦に比べて防御力は桁違いで、 ある。しかし、原則防御は、同時期の新戦艦では、イギリス海軍の、ネルソン級の 356mm に次いで、厚い 350mm を誇るが、これは完全な一枚板ではなく、固めの 70mm 走行と 280mm 走行の、間に 50mm の木材をクッションとして、挟むという、複合装甲と呼べる形式をとっている。 既存艦のようになぜに一枚版にしなかったかというと、この時代で 300mm 以上の厚さの均質な性能を持った装甲版を作るのは、イタリアの工業能力では難しかったためである。考え方としては硬質な 70mm 装甲で砲弾の被防を破壊し、木材で弾速を緩め、本命の 280mm 装甲で砲弾を止めるという理論であった。 また、多くの戦艦が複方を防御のアキレス腱にしているのに対し、イタリアは、複方の防御を旧世代の主力艦並みである 280mm もの走行を与えることで解決しようとした。しかし、主砲弾薬庫と複砲弾薬庫を離すスペースが足らなかったために、後に3番艦、ローマが、 フリッツ X2 発を被弾した時に2発目が複方と主砲の間に命中、主艦パン走行を貫通して爆裂し、炎症を始めた時に、双方の火薬庫が熱を持ち、艦の爆発を早めた結果になっている。水雷防御としては、プリエゼ式水雷防御が採用されている。原則走行過端から、艦艇の間に内側に湾曲して、 厚さ 40mm の水雷防御核壁が張られ、外反との間の空虚部には、直径 3.8m の中空のドラムを、保持しその周囲を液体で充填している。防御核壁の内側には、水防区画として、間室が設けられていた。水中爆発に対しては、中央の中空ドラムが圧壊することで爆発を緩和し、核壁が破られるのを防止する。 浸水に対しては、艦艇に左右の水防区画を連結する水路が設けられており、浸水を反対原則にも誘導することで、傾斜の拡大を抑制する仕組みになっていた。機関出力は13万 HP を発揮し、4万トンを超える船体を、戦闘速力30ノットで走らせることができた。航続性能は14ノットで4200海里と、 駆逐艦並みの航続性能しかなかったが、他国と異なり、イタリアは地中海の中央部に位置することから地中海という狭い海域だけで行動できれば、よしとされたので、設計段階で燃料タンク自体の大きさを小さくして浮いた重量を武装や防御に回した結果であった。これは列強他国にはないイタリア海軍だけの特徴である。 4隻が寄港され、3番艦、インペロ以外の3隻が収益している。ビットリオ・ベネトとリットリオは、同日に発注され、同日に寄港したが、浸水及び収益は、ビットリオ・ベネトの方が先であった。日本語の文献においては、ビットリオ・ベネトを1番艦、リットリオを2番艦と定義して、艦級名も、ビットリオ・ベネト級と分類しているものが多い。しかしながら、 現在のイタリア海軍公式ウェブページにおける官邸紹介ページではリットリオ級との分類が行われておりイタリアでの予算措置上ではリットリオが一番カントされていた第二次世界大戦中のアメリカ海軍もリットリオ級と分類していたしたがって日本語においてもリットリオ級と分類されることもある大日本帝国海軍ではリトリオ級の表記も見られた ありがとうございます。